ボートレースアシアの日本モーターボート選手会会長杯準優勝戦は強いホーム向かい風雨降る競争水面での戦いが続いていますこれからラストカード準優勝戦第12レースの開始1号艇広島の山崎裕二2号艇愛知の谷本浩二3号艇広島の岡谷健吾4号艇東京の尾形英二5号艇大阪の大平義明6号艇群馬の鳥居塚隆博です 道二さん、456ときれいに枠なりに並んでいます。人気を集めるのは1号艇の山崎雄二です。当地芦屋は近況予選落ちなし連続優出中と大得意の水面です。手にした37号モーターもパワー上々スタートも確実に決めてきます山崎今日の前半を差し抜けてこれで4連勝としています人気を集めるイ線二2コースには随所で足の良さを見せてきました2号艇谷本浩二。 3コースに3号艇岡谷健吾です今日の前半逃げてこちらも4連勝としています4コース角の位置には4号艇の大形英二です5コース準優勝戦はチルトゼロで勝負に出ます5号艇大平義明大外は前半待望の勝利を挙げた6号艇鳥居塚貴博 1>, 1番、2番、3番、4番、5番、6番です、スタートしました、1番、2番、うちの2手が踏み込んだコースタート見せていきます、出ていく1番と2番、1マークの攻防です、逃げる1号艇、山崎、指す2号艇、谷本、ちょっと手が浮いた、外から3号艇のお肩に、の岡谷、打ち切り込んで5号艇、大平に4号艇の尾形、先頭は1号艇の山崎雄二です、スタートは前提、正常でした。 逃げた1号艇、山崎2番手は5号艇、大平に一定審査4号艇、尾形さらには3号艇、岡谷2マーク1号艇、山崎抜けた後4号艇、の尾形が動いて差してくる5号艇、の大平2番手は5号艇、の大平そのアウトから4号艇、尾形と3号艇の岡谷が食い下がっています。レースはこれから 先頭は人気1号艇山崎裕二、2番手5号艇大平差がなく追走する4番3番2周1枠2番手は5号艇の大平に対し相当握っていった3号艇の岡谷何とかしのいだか5号艇大平外から3号艇の岡谷がピタリとマークしています直線コースちょっとバたつく5号艇大平のアウトから一定審査3号艇の岡谷ですその後ろは4号艇尾形、さらに後ろは6号艇鳥塚と2号艇谷本2周2枠トップで1号艇山崎続いて逃げる3号艇岡谷小回りで応戦五号艇の大平 5番と3番、2番手の接戦は5号艇の大平がインコースアウトから3号艇の岡谷が粘りますレースは最終周回優勝のかかった2番手争い5号艇大平対3号艇岡谷の接戦が続いています最後の1マーク1号艇山崎に続いて5番3番競り合いながらバック側内を通った5号艇の大平がわずかに前ですがアウトから立て直して3号艇の岡谷2番手は現在5号艇大平が一転身だけリードですアウトから最後まで粘ります3号艇の岡谷健吾 ラストターマークの旋回先頭は人気を集めた1号艇山崎ですそして2番手5号艇大平最後は差してくる3号艇の岡にですがそのうちには4号艇の大形です2番手5号艇大平取り切って3番手は3番4番の接戦1番五輪5番五輪3番4番の順に五輪6番五輪2番五輪以上前提五輪しました